どうもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。今回もやってまいりました、おじしんしの D2 メガテン。本日は D2 デュエルで復習をしていきたいと思います。復習か、復習なんかしないでランダムマッチを繰り返していた方がデュエルポイント貯まるんじゃないか。まあ確かにそうなんだけどね、復習から学習することもあるし、何よりもおじしんしは復習が大好きだからね。そうか。それに復習の時しかプレイヤーの名前見ないし、フォローしてくれてる人の名前があったらなんか嬉しいでしょ。ド M なんってことで、サクサクっといきましょうね。録画時間めっちゃ長くなっちゃったから34戦くらいでカットするけど、ゆっくり復習の旅についてきてね。復讐の旅ってドラクエ4の主人公かな。デスピサロをぶっ倒してシンシアの恨みを晴らしてあげましょうね。くさ、てか最近防衛パーティーがボロボロだから、いい防衛試行錯誤中です。高速アスタロト使いには負けるし、鈍速アリラトにも負けるし、デイツーデュエルの難易度がかなり上がってるよな。俺ツエープレイしたいけど、なかなか難しいのが現状ですね。資源超越が始まって差は開く一方だろうね。悲しいなぁ。はい。戦闘開始から約18秒でやっと自分のコマンド選択です。最近デュエルの一戦一戦が長い。今回の相手はまだ大丈夫だけど、マリア、セイオーボ、エキドナあたりが絡んでくるとかなり面倒だよ。めんどくさそう。ホップブレスで時短終了です。できればこのターンで決めたいけど、火力がそこまでないので厳しいかも。カンパレー、おじしんし、カンパレー。はい、次のターンで決まりですね。リカドラされなければね。グッバイ大掃除。危なげなく勝利。おめ。では次行きます。次はなかなかの中速パーティー。こういうパーティーも結構多いな。なのでこちらもなかなかの高速パーティーで挑みたいと思います。とりあえずマリアから必ず破壊していきましょう。破壊しないと復活しちゃうしな。サブローでマリアフィニッシュ。そして金髪の少年でマリシテンを叩き潰していきます。不屈の闘志、改めも何のそのだな。あとはアスタロトで叩いてフィニッシュかな。グッバイ高速アパーティー。グッバイサンキュー。次行きましょう。お次はバトルスピードが7万超えのパーティーです。はっや、おじしんしはバトルスピード7万超えのパーティーはいないので、耐久2圧パーティー、蘇りを添えてパーティーで迎え撃ちます。ただひたすらに相手の攻撃を一旦耐え続けましょう。耐えることができれば勝利が確定します。幕の内一歩のピーカーブースタイル、相手の攻撃を耐えてリバーブローからのデンプシーロールを決めてやろうぜ。はい。
回勝ち確定ですわ。思ったより相手の火力がなかったので助かったな。カルキケイヤがサブローだったらきつかったかもしれないね。状況完了。はい、安定の勝利いただきました。ゲッツ。最後のパーティーはこちら、アリオク、エキドナ、マリア、ネビロスのパーティーですね。この編成初めて見たかも。ネビロスがいるってことは、呪い状態になると永遠と復活してくるってことだよな。そいつは極めて厄介だね。エキドナもマリアもいるし、強化力のアリオクももいるので、ここはちょっと考えて編成を組みますかね。ほん、昔使っていて、最近出番を失っている悪魔を、再利用したパーティーで挑んでいきたいと思います。なるほどな。ってことでアスラ王、ラーマ、アスタロと、大僧侶のパーティーで挑みたいと思います。本当にそのパーティーで勝てるのか？大丈夫大丈夫。我が目に抜かりはないはず。いい感じにラーマの緩急の気迫が作動してくれるでしょう。このメンツでワンターンキルは無理なのでバランスよくダメージを与えていきたいと思います。なるほど。ひとまずマリアにある程度ダメージを与えておいて、そこから攻撃を組み立てていきたいと思います。はい、このブラフマーストラでマリアへのダメージは打ち止め。と思ったけど攻撃してしまった。さ。おわマリア、静かに眠っててくれ。おしおし。はい、ナイスー。ここで倒してしまえばまた復活してくるので我慢しましょう。あぶねー、なんとか生きながらえました。はい、勝ち確定です。相手の攻撃を避けなかったら負けてたな。おっしゃるしゃーす。意外なパーティーで勝てたな。大僧侶とラーマ回避盛りにしててよかったよ。確かに、アリオクまでターンが回らなかったのが幸いしたな。なんだ、大僧侶やラーマでも今のデュエルで少し使えるってことを証明したから、結構いい回になったんじゃないかな。ってことでこの動画が気に入った方は、チャンネル登録とツイッターフォローよろしくです。コメントもどしどし待ってます。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。Thank you.